外国さんがやってることって、回転を早めるとか、そういう特化した法律の美学みたいな大げさな言い方をすると、はい、やっぱり外資系はこれしちゃダメよ、何しちゃダメよっていう規制もありますわ、はい、佐々広さんが言われるのはですね、そこで彼らは効率というものを求めていくから、こういう相手部数で絞り込むんだと。そして外資で大きいんだと、規模もあなたよりも絶対でかい、でも彼らは相手部数を伸ばさないよというのは効率を求めるからですわ、はい、でもあなたはそれと逆行していって、はい、中国車ブーム、上海ブームだったらあそこの中国車持ってきたらいいよね、これも持ってきたらいいよね、これも持ってきたらいいよね、みんなが幸せハッピーになるよねって、ハッピーにならないんですよ。反対に、あなたの商売が効率を求めるビジネスじゃないと展開型にならないからですわ。この事業を始めようと思った、スタートした時も周り、まあ、家族からも確率でできる確率は 3% とか具体的なことを言われて、一人にも、うん、評価されたことないんですよ、スタートしてから、うんうん、だけど4ヶ月ぐらいこの事業計画にかけて作ったんですけど、うん、その間に自分に携わる人が考え方が変わってきてくれたんですよ。最初に 3% って言ってた人間が 50% まで上がるようになったんですよ。最初はもう聞く耳を持たれない状態だったんですよ。それが真面目に話を聞いてやるよっていう形に変わってきて、言葉ができて頭が良くて、オタクみたいな人間素晴らしいもん、なんぼでも作れちゃうんですよ、なんぼでも。それエクセル使ってね、どんどんうんぬんしていけって言ったら、錯覚になっちゃうんですよ、はい、錯覚、できるという錯覚。いや、その辺は錯覚でもね、一回森さん情報武装一回取っ払ってやってみたら、あなたはどっちかというとごめんやで、情報武装ばっかりしていって、それで理論付けていくように見えちゃうんだ。じゃなくて実際にどっかに行って、はい、本当にこのたった20アイテムしかない、15アイテムしかないこのカフェ、コーヒー、はい、何々っていう飲み物、はい、本当にラッシュで、はい、目標100売ろう、200売ろうということがどれだけ大変なのかっていうことを、はいはい、汗流しながら考えてみたときに、これを見たら、はい、ちょっと違ってたな俺ってって、はい、こんなもんなんていつでも作れんだから、一回その辺をステージに一回降りて、はい、笑顔を出して、はい、爽やかに、あんたが言う劇団員のような爽やかさで、はい、いらっしゃいませっていうマニュアルじゃない、いらっしゃいますよね。大変失礼なことを言いますけども、一緒に商売を例えばするとなると大変疲れる人だろうなと、あまりそういった意味では好きになれないですね。で、非常に気難しいような気もしますし、頭もいいんでしょうね。ところが商売っていうのはその勉強したからうまくいくとは限りませんね。だからあなたは頭もいいですから、もうあまり勉強せずに、やはり本当の商売とは何か、まあ、小さいことからコツコツとという話がありますけどね、まあ、小さなものからやっていって、将来こういったことをされたらいいんじゃないですか。僕はね、森さんみたいな人と仕事したい、うん、あなた僕頑固に見えないもん全然。だからもしカフェやりたいんであれば、やっぱり一回働いてみるべきです、うん、ひょっとしたら面接で落とされるかもしれない、今のままじゃ。だけどそれもお勉強なんでね、はい、やってみてください。で、何年か後に僕も商売続けてることができたら一緒に過ごしましょう、はい、今日飲まれてもしれない。この時点で皆さんからの合計額があなたの希望額に達しなかったので、今回はノーマネーでフィニッシュです、はい。